の佐藤から少しプレッシャーを伺います。高次郎ロングフィード、遠剣の落とし、アイムのワンタッチ、遠剣が左手使ってボールをキープします。さあ斉藤のクロス、なんとかヘディングで逃げて、ルチョーはラフに前に蹴ります。さあ遠剣収める、収める、そして行く、遠剣行く、ただ遠剣に対して2人厳しく、さあ速攻に行けるか、翔ちゃんのパス、遠剣が前を向いた、ただ行った、遠剣の折り返し、スローインは清水、こぼれ球、翔ちゃんがラフに高い球、遠剣がコントロールします。足を下げまして11番の黒沢選手を入れました。今ボールサイド競りに行ったプレイヤーです。まあ、つまりカバーナイスタックル、さあしのいだものの、問題はここからどうやって。ルチョが一つ縦に入れます。梅ちゃん、遠剣です。おっと、ルチョのサイドチェンジが引っかかった、黒沢が出てきました。スライディングして、しかしながらこのかけるのスライディングの後マイボールになった。さあつながった、近くを見た上でこのボールを選択しました。ジャイアント、深いところついてきます。大地がチェイス、さあ真ん中、遠剣が運ぶ運ぶ、さあ再起、さあプレスをかける大地、これで取れるか、取った取った、遠剣取った、遠剣は途中から中盤の下がり目、遠剣が手に行く、大地が粘る、大地が粘る、フォローがある、かけるが来た、スペースに出す、オーシャンソロ、達也打つ、